写真拡大。巨人の坂本勇人内野手が8日、東京ドームにおける公式戦で最も活躍した選手に贈られる2019年度の東京ドーム MVP 賞、副賞300万円を受賞。東京ドーム内で行われた表彰式に出席した。今季は開幕戦から36試合連続出塁のセ・リーグ新記録を樹立。また球団生え抜き右打者の本塁打記録を51年ぶりに更新する40本をマーク。東京ドームでは打率340、安打数84、本塁打数22でチームトップの成績を収め、主将としてチーム5年ぶりのリーグ優勝へ、16年以来3年ぶりとなる自身3度目の受賞で、球団では松井秀喜さん、阿部、菅野と並んだ。坂本勇は優勝した年にこのような賞を取れて本当に嬉しい、来年も頑張りますと意気込んだ。